もたまです。今日も一日お疲れ様です。今ですね、私のチャンネルではね、見たことのないゲーム画面が映ってると思うんですけども、今回はですね、ミニワールドというゲームで遊んでいきたいと思います。見て、私のアバターめちゃめちゃ可愛くないですか？これね、自分でカスタマイズしたんですよ。色とかも結構細かく選べてね、自分にね、なるべく近づけようと思いつつもめちゃめちゃ美化しました。はい、このね、ミニワールドというゲームがどんなゲームかと言いますと、ぶっちゃけね、何でもできます。サバイバルもできるし、クリエイティブもできるし、いろんな配布マップとかでね、遊んだりとかできるんですよ。めちゃめちゃ自由度の高いね、ゲームなんですよね。ってことで、私もミニワールドで遊んでいきたいと思います。ということで、早速レッツゴー。で、これがね、ホーム画面なんですけど、めちゃめちゃ可愛いよね。ただ今後ね、デザインが変わるみたいです。デザインが変わった後もめっちゃ可愛い。ということで、まずはですね、サバイバルやっていきたいと思います。じゃあ、新しいワールド作成する、この冒険モードですね、やっていきましょう。来た来た、サバイバルモードへようこそ。生き残るために頑張ってください。ではでは、早速やっていきましょう。ちなみにさ、小さな泡っていると思うんですけど、この子ね、私のペットなんですよ。最初からこんな感じでね、装備とかね、ある程度の荷物がね、あるんですよ。なので、早速装備ちょっとつけちゃおうかな。ただ見た目にはね、反映されないんだね。なるほど、いいね。自分のスキンが見られるからめちゃめちゃいいじゃん。ただ実際は装備つけてるからね、強いですよ。じゃあ、まずはやっぱりサバイバルの基本、木から集めていきますか。いや、最初からツールがね、一定数あるっていうのめちゃめちゃいいよね。いや、かわいい。名前つけようかな。バブタン。バブルだから、バブタンって言えばバブタン。バブタン、かわいいね、バブタン。これから私ね、一緒に冒険するから。で、なんかね、ところどころにね、こういうね、壺が落ちてるんですよ。これを割ると中からね、ランダムなのかな？アイテムが出てくるんだよね。面白いよね、ちょっと。RPG 要素もあって。じゃあ、そしたらですね、これ、早速クラフトしていきます。今ね、原木を集めたんで、カラマツの板っていうのをね、作っていきましょう。カラマツなのかカラマツなのかわかんないけどね。はい、そしたらですね、工具箱っていうものがね、作れるんですよ。これがあれば、またさらにね、クラフトできるものが広がると思うので、こちら使っていきましょう。でね、左上にね、体力ゲージと満腹度がであるからね、それもちょっと注意しておかないとね。あ、鳥さん、鶏さん、なんかめっちゃお尻フリフリしてない？何やってんの、かわいい。ちょ、こっち向いて、こっち向いて。どんな顔してんの。あ、つぶらな瞳、つぶらな瞳、鳥さん、かわいい、かわいいな、かわいいな。よいしょ、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 よし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 。鶏もも、今日は焼き鳥かな。で、ちなみにね、こういうね、視点もできますよ。かわいい、見て、ほら、私そう、背中にね、これクマさんのぬいぐるみ背負ってるんですよ。こういうところまでね、カスタマイズできちゃうからめちゃめちゃいいよね。お、ちょっとなんかここら辺、あ、いた、洞窟っぽくなってるね。ちらっと覗いてみる。ちょ、怖いな。うわ、なんかいる、なんかいるぞ。なんだ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 、やばいやばいやばい、ちょっと待って、いて、こっちも武器を作ろう。お、これ木の棒作ろう、木の棒。行くぞ。あ、やべ、ミスった。いた、結構やってくる。おい、こんにゃろ、こっちだってね、負けじと戦うんだぜ。やったな。やっぱ結構洞窟っていうのはね、怖いものですな。そしたらね、やばいよみんな。そろそろね、夜になってくるんですよ。夜になるとさ、やっぱりね、モンスターが湧くんで、ベッドを作らなければいけないの。で、ベッドを作るには、羊さんの羊毛が必要だから、じゃ、羊さん探そう、羊さん。やばいやばい。こんなにのんきにしてたら死んでしまうぞ。え、なんかいるんだけど。何あれ、なんか飛んでるよ、これ敵。あ、やばいやばいやばい、敵だ、ガツリ敵だ。おい、こんにゃろう、降りてこい。せこいぞ、おい、ほら、正々堂々と戦うんだ、こんにゃろう。よーし、やばいやばい、待って、夜、ほんとに夜なんだけど。ああいう敵がもっと湧いてきちゃうからね、急がんと。あかん、あかんよ。結構モンスターいるな。マジで、なんだ、見たことないのいる。やばくない、絶対やばいよね、強いんかな。意外といけるかも、意外といける。頑張れ、よし、よし、オッケー、ミッションクリアしました。初バトルだって。ちょ、待って、一回逃げよう。やばいよー。なかなか羊さんがいなくてね、洞窟に逃げてきちゃったんだけどね。なんだこれ、うわ、なんか、爆発しそうじゃない、なんか。大丈夫かな、うわ、なんだ。なんか卵みたいな。うわー、やっぱ爆発した。死ぬ。
待って、本当に死ぬんだけど。しょうがない。今日はさ、ここで過ごすとしましょうか。焚き火これ作ってみる？サバイバル感めちゃめちゃあるね。あ、ただ火がつけられないんじゃない？あ、こうやってつけられるんだ。松明みたいなのでつけられるっぽい。お肉焼けたりするんかな、もしかして。よいしょ。あ、焼ける。すごい。めちゃめちゃサバイバルじゃないこれ。あ、取れた取れた。焼き鳥もも肉。では初めての自給自足、いただきまーす。うん、美味しい。まだ朝ではないのか。やばい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 。オオカミさん夜になると襲ってくるみたい。そしたらさ、もうちょっとカラマツの板作って小さな木の船作ろうかな。そしたらね、羊さんがいる地に行けるかもしれない。この海を渡れば。言うて朝になってきてるんだけど、いや雨やんだな。うん、よっしゃ乗りましょう。行きまーす。うん、もう完全に日が昇ってるんだわ。お、あそこになんか陸が見えてきたんだけど、あ、なんかいるよね。あれもしかして羊さんじゃない？よーし、ということで新しい陸地に到着いたしましたよ。さあ羊さん、早速ちょっと羊毛くださいな。ごめんなさいね。おいしょおいしょおいしょ。よーし、ベッド作るにはね、ウール1個でいいみたいなので、あとは板をもう1個作って、木の棒もねまだ必要みたい。よし、これでやっと作れるよ。柔らかいベッド、いただきまーす。やっとできた。何作業台乗ってんね、人の。この子何？ペンギン？待って、めちゃめちゃ可愛いんだけど。え、何このパフォーマンス、かわいいね、ペンちゃん。待って、あそこにいるのってもしかして白熊さんじゃない？うん、かわいい。眉毛太くてかわいいんだけど。ね、白熊さん。ここのバイオームめちゃめちゃかわいい子いっぱいいるんだけど。ではね、もう夜になったので、寝ましょう。おやすみなさい。なんかいたな。なんかいるぞ。なにこの子。え？アイテム交換。へえ、こんな子もいるんだ。交易みたいな感じのことしてくれるんだね。まあ、ということでね、ベッドがあったので無事、安全に夜を越せました。はい、そしたらね、だいぶサバイバルに慣れてきたので、今度はね、ここらで一丁ボスと戦っていきたいと思います。そのためにね、装備を強くしました。じゃーん、これ鉄装備をね揃えたんですよ。こちらをやっぱね、ボス戦ということで身につけていきたいと思います。そして見て、この武器かっこよくない？これがね、エネルギーソードっていうね武器でして、前方へテレポートして当たった敵にダメージを与えるだって。私ね、まだ使ったことないんだよ。で、これは弓矢ですね。そしてこれ見て、スナイパーライフル、やばいよね。こんなんもう絶対勝てるでしょ。威力が非常に大きく、スコープを使うと命中率がさらに高くなると。ということで、早速今からね、ボス戦やっていきますよ。今回私が倒すボスなんですけど、私が今いるのがね、ウリンっていうバイオームでして、そのね、ウリンの中にこんな感じのね、遺跡みたいなのがあるんですよ。そしてこのね、遺跡の中に行くと、もう明らかにね、怪しい像があるんですよ。ここにね、私が今手に持ってる熱帯ウリンの目っていうものをね、はめ込むとボス戦に行けるらしいです。ということで、はめていきましょう。さあ、なんかね、ここら辺にね、道が開けるらしい。出てきた。ほら、後ろに出てきた。あ、お猿さん、かわいい。どうした、どうした。ボス戦に繋がる階段登っていきましょう。頑張ろうね、バブダン。倒せるよ。やばい、ちょっと待って、熱っ。待って、熱いんだけど、あ、熱いんだけど。待って、大丈夫？あ、待って、死ぬ。嘘。あぶな。やばい、一回ちょっと待って、一回避難していい？やばいんだけど、本当に死ぬ。よし、回復した。ということで、行っていきますか。ちょっとマジ油断大敵なんだけど。あ、いる。やばいやばい、行くか。もう倒すしかないよ。待って、マジでマグマに気をつけよう。これさ、ちょっとさ、接近戦まずやってみるか。おいしょ。やばい、行けるか。やばい、なんか吐き出してくる。あれね、毒らしいんですよね。やばい、結構私ダメージ食らってる。マジ回復はこまめにやるべきだと思うんだ。待って、ちょっとさ、試しに。じゃあまず弓矢から行こう。おいしょ。あ、いいよ。弓矢もなかなか強いんじゃない？いい感じですよ。ちょ、待って、気をつけよう。ほんとに、ここら辺のマグマやーばいな。よっしゃ、ここら辺でね、スナイパーライフル撃ってみますか。やばい、あ、近い。めっちゃ、ちょ待って。近いところでスナイパー撃っても絶対意味ないから、上から攻撃してみる？ここら辺。おいしょ。あ、いいよ。これ、エイム、あ、やばい。毒。ちょ、回復。ちゃんとこまめに回復しよう。いい感じなんじゃない？あ、やばい、近い。待って、回復しないと。ちょ、待って、一回上避難。これは、いけるか。おいしょ。よーし、いいよ。やばい、なんかめっちゃ壊されてない？ここら辺。ちょっと、やめてよ、そういう壊すとこで。やめて。はい。
ちょ、待って待って、どこ行った、どこ行った。毒がやばいよ。弓矢でも行こう。弓矢もね、結構ね、扱いやすい。ライフルは狙いを結構ね、がっつり定めないとあれだから、弓矢の方がサクッとね、攻撃はしやすいんだけど、まあ一発一発重いのは間違いなくライフルだね。待って、死ぬ死ぬ、本当に死ぬって。はい、いいよいいよ。やばいやばい、死にたくない、絶対死にたくない。よいしょ、ヘッドショット、いいね。もう一丁いくよ。やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、危ないって。あとちょっと、もう接近戦に行こう。よいしょ、もう一丁、よし、倒した。いや、結構大変だったわ。やっぱそうだよね、一筋縄ではいかないよね。けどなんとかボスをね、倒すことができました。はい、さっきまでやっていたのがサバイバルだったんですけど、今度はね、このミニ工房というところで、配布マップをね、やっていきたいと思います。厳選マップっていうところを見ていこうかな。お、初心者向けアスレとか良くない？私まだミニワールドね、初心者だからこれやろっかな。ということで、やっていきましょう。お、始まりました。この視点でやったらいいかな。でも初心者向けだからさ、簡単ってことでしょ。あ、あ、いけるいける、めっちゃ簡単じゃん。オッケーオッケー。で、ちょっとこれ斜めに行ってね。はい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 。今私あんまりアスレチックとかってやったことないんですけど、これならね、結構ね、簡単にできちゃいますね。よーし。あ、あ、あ、あった。あれ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 。むずくね？ちょっと走んなきゃ。え、待って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 。え？え？これ、こういうことか。なるほどなるほど。ここの端ごに突っかかっちゃダメなのか。オッケーオッケー。あ、あ、やばい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 。落ちた落ちた落ちた。いや、むず。待って。あれ、これ本当に初心者向けですか？それとも私が下手くそな、あー、待って待って待って、これ。大丈夫これ。これでむずいって言ってて大丈夫なの私。おいしょ。いいよ。待って。ほい。いけるいけるいける。よしよしよし。オッケー、これだー。ここは大丈夫でしょう。はいはいはい。おいしょ。はい。オッケー、いいよ。あ、こっちの方が簡単だな。あ、あ、あれ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 。落ち着いていくよ。よし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 。いいね、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 いいね。ほい。オッケーオッケーオッケー。危ない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 。じゃあ、ほんと油断したらこれダメよね。なにこれ。ちょっと。あ、キョ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 、あ、いけるな。これも。よし。いくよ。はい。あ、ぶな。ほんと気をつけて。はい。オッケー。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよいいよ。はい。よーし、やっとこれだ。いいぞいいぞ。あとちょっとなんじゃない、ゴール。え、これって何？このチクチクの上渡るの痛くない？絶対。いけんのほんとに。はい。あ、いった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 。おいしょ。あ、あ、乗れた乗れた。これ、怪獣よりも難しい。待って、いけるか？ほいほいほい。あ、いける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 。よしよしよし。あー、ここちょっと待って。危ない危ない危ない。そっか、ここ隙間あったんか。わかりづら。これをなんか、あ、これいけるでしょ。これめっちゃ簡単やん。あれー、助走つけすぎてもダメだし。だからちゃんと止まる。よしよしよし、大丈夫だよ。ちゃんと止まる。あっ、ぷっ、危ない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 。今はセーフだよ。全然セーフセーフセーフ。あー、危ないな。あー、いい、これだ。下を見ながら進もう。はーい、ありがとうございます。え、どこだ。え、ここ、うわ、なんか、ここね、見えないね。足場があるみたい。なるほどね。じゃ、このピンクの上を行こうとすればいいんだ。なるほど。はい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 。おいしょ。お、痛い痛い、難しい。おいしょ。待って、いいよ。勢いは待って、腰すぎないようにする。意外と調節が難しい。あ、オッケー。ここまで来れたらいいよ。ドアにめり込んでジャンプ。なんだそら。なんだそら。はい。え、え、どういうこと？なんかコツがいりそうだね。勢いちょっとか。いや、違うな。ドアにめり込むってなんだ？はい。え、なんか、めり込めるの？ね。はい。ちょ、待って待って。何でこれって、ねえ、わからんのだけど。いや、皆さん、私はちょっとね、ここでギブアップでございます。だってわかんないもん、そんなの。まあでもなんかね、そういうね、技があるみたいなんですよね。まあちょっと私にはちょっと難しかったんですけども、結構ね、楽しかったです、ここも。いろんな配布マップあるからね、また違うマップもね、やっていきたいと思います。はい。ということで、今回はですね、ミニワールドというゲームで遊んでみたんですけども、いかがだったでしょうか？本当にね、自由度がめちゃめちゃ高いゲームだなと思いました。私まだ今回やってないんですけども、お部屋のレイアウトとかもね、したりすることができるみたいなんですよ。あとね、何よりもこれね、無料ゲームなんですよね。まさかの、このクオリティで無料ゲームってやばくないですか？で、私はこれね、パソコン版でやってるんですけど、アプリでもね、できちゃうんですよ。で、マルチプレイもね、もちろん対応してるので、友達とね、遊んだりとかもね、いいですよね。ぜひ、このゲーム気になった方はね、概要欄にね、URL 貼ってあるので、そこからね、チェックしてみてください。はい、ということで今日の動画は以上です。バブタン可愛いなって思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。SNS は Twitter、Instagram、TikTok やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おちたま。